ジャパントラベル。もうボルドー空港着きました。今ちょっとトラブルが発生しまして、荷物がロストバゲージ。明日のメドックマラソン無事完走できるか、乞うご期待。ここはイオンのラウンジですね。こんな感じになってます。ビーンドリンクと入んないけど、あ、シャンパンとかもあるんですね。どうした、あ、マカロンも来た。ボルドー空港到着しました。ようやくですね。はい、この空港すごいちっちゃなとこなんで、もうエレベーターエスカレーター、このエスカレーターを降りて、もうすぐここにバッジのクレームがあって、でも出るとすぐ空港出ます。ちっちゃい空港です。はい。ボルドー空港。ここに荷物が届きます。で、出てすぐこう左の方にレンタカー屋さんがあったり、もう一部は外にでございます。じゃあ、ここで、バッグを待ちたいと思います。あ、じゃあ、せっかくなんで俺。ボルドー空港名物の、デガイボアインですね。はい、皆さんこんにちは、グッチョンです。今ボルドー空港着きました。今ちょっとトラブルが発生しまして、私たちのバゲージが、まだパリにあるということで、人間は来れたんですが物は間に合いませんでした。バイザー A なんですけど、僕たちもこういうリスクを備えていて、マラソン出れないとまずいと思ってたんで、もうバッグにマラソンの必要なものは全部揃ってるんで、最悪ロストバゲージしてもいいような体勢取ってたんで、まあ大丈夫ですというところにはなりますが、ちょっとやっぱ面倒ですよね。はい、というところです。はい、今からレンタカー屋さん探していきたいと思います。いや、でもロストバゲージするとは本気では思ってなかったんですけど、ああやっぱしちゃうんだって。まあ、あんだけの乗り継ぎ時間では、まあ、無理ですよね。で、今日の夜に届くっていうことなんですけど、probably ということなので、今日来れないで、確実に約束できるのは明日の夕方、あなたたちの好きなところに送ってあげるよっていうことなので、まあ、明日までは一応いるんでいいんですけど、ちょっと辛いですね。ああ、ありました。アラモ。ちょっと遠いところにありますね。まあ、ロストバゲージ自体は私はちょっと人生初なんですけど、まあ、まあ、なんとかなるし、まあ、仕方ないですね。今度は、フィアットのチックチェントですね。日本でも何度か乗ったことあるんで、いいですね。傷が、ちょっと、まあいいです。今回ロストバゲージして荷物もないんで、どんなサイズの車でも全然へっちゃら、はい、むしろいいぐらいですね。はい、いいボルドーの旅になると思います。はい、メドックマラソンの会場ですね。今メドックマラソンの会場に着きました。これからレジストレーション行ってゼッケンもらってこようと思います。いやいやいや、足持って気をつけてね。おい、いや、ロストバゲージしちゃったんで、塗るバンテリンだとか、そこら辺がなかったり、ちょっと、若干痛手なところはあるね。お、いいですねここ。あ、メドックマラソンのゼッケンをもらうのはこの体育館です。結構夜遅くまでやってて、あ、ようこそウェルカムってなってますね。はい、入ります。よっ、ただいま。はい、
こんな感じの、会場になってます。ボンジュール。ボンソワ。レッションキャットランド。レッションキャットランド。今ちょうどエントリーしてバッグとシャツとゼッケンゲットしました。会場はこんな感じになってます。もうローカルタイムはもうすぐ9時ですね。まあでもまだまだ外は薄暗い程度で、夜な感じになってきましたね。ちょっとこの辺フラフラっとして帰りたいと思います。番手に売ってるかな。番手に売ってたら買いたいな。ちょっとヘタレなんでバンテリンが欲しい。皆さん最後までご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。今後も面白い動画作っていきますんで皆さんよろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバーイ。 NEXT JAPAN TRAVEL。アスパラガスにとチョコレートに抜かれました。半分の地点まで来ました。